ランスストームのリングネームで知られるランス・エヴァースはカナダのプロレスラー、オンタリオ州サーニア出身。プロレスを活動しているから、自身が主催するストームレスリングアカデミーにてトレーナーを務めている。カナダのスチュハート主催のハート道場にて、プロレスラーとしての基礎トレーニングを行い、1990年にプロレスデビュー。この時、 クリス・ジェリコも一緒にトレーニングを積んでおり、長きにわたって行動を共にしていくこととなる。その後、所属団体のロッキーマウンテンレスリングの経営が行き詰まると、海外の団体へ参戦を開始する。1991年には、ジェリコとのチーム、サドン・インパクトにて FMW に初登場を果たした。また、ドイツのカウやレバノンの団体、アメリカの SMW など、 各団体を転戦していく。1995年からは王へ参戦を開始し、安ら岡祐二と組んで、タッグ王座を獲得している。1997年にはイカップリング・ウィズウェス参戦を開始する。同年12月には、クリス・キャンディードと共に、タッグ王座を獲得した。2000年に、WCW に移籍。その後立て続けに、US 王座、ハードコア王座。 クルーザー級王座の三冠を獲得した。また他のカナダ出身のレスラーと共に、チームカナダを結成した。WCW 崩壊後は WWF に所属する。WWF では、冗談が一切通じない片物ギミックで、クリスチャンやウィリアム・リーガルらと結成したヒールのユニットであるアン、アメリカンズで活躍した。2004年4月に現役引退。 WWE のトレーナーとなった。2005年6月12日に行われた PPV WWE カップリングウィズ S1 ナイトスタンドにて人よ限りの現役復帰を果たした。クリス・ジェリコと対戦して勝利した。同年7月には WWE のトレーナーを辞め、カナダのカルガリにストームレスリングアカデミーを開設し、プロレスラーとしてもティエネやローなどの団体に、 スポット参戦している WWE 世界タッグ王座、ありがとうございます。